皆さんこんにちは、吉田達也です。はい、では今日のヘアレンジはこちらです。まあ、最近、編み込んでないヘアレンジ上げてるんですけど、まあ、大体ねじりかくるりんぱか三つ編みでやっております。で、今回もねじりとくるりんぱと三つ編みでやってるヘアレンジですので、ぜひチャレンジしてみてください。はい、では早速アレンジしていきたいと思います。それではヘアアレンジしていきたいと思います。で、まずはもみあげを少し残して、サイドを後ろに手ぐしで解いて軽くねじります。はい、でねじったらひとまず止めておきます。で、反対側も同じく、はい、手ぐしで後ろに解いてからだいたい 2,3 回ぐらいですかね、ねじります。で、まあ、これで2つ両サイドねじりました。で、この2つを真後ろですね、真後ろに持ってきて、あんまりきつくねじらなくて大丈夫です。理由が、ここで一度ゴムを止めます。はい、まあ、こんな感じで。で、まあ、弱くねじった理由がここでくるりんぱするからです。1回、まあ、できる方は2回やっていただいて大丈夫なんですけど、だいたい1回くるりんぱするだけで大丈夫です。で、毛先を絞って、少し締めます。はい、こんな感じです。で、次にもう全部2つに分けちゃいます。2つに分けて、ここを三つ編みしちゃいます。ご自身で自分でやるときも、ここの後ろの毛を前に向かって三つ編みできるので、多分このヘアアレンジはすごいやりやすいと思います。はい、で、毛先はゴムで結んじゃいます。で、結んだら、はい、少しほぐします。で、反対側も同じように、はい、で、三つ編みを毛先でゴムかけしたら、はい、ほぐします。まあ、最後に調整するので軽くほぐしてください。はい、で、ほぐしましたら内側にまずは持っていきます。こっちの左側は折る感じで、ここ折る感じで持ってってください。で、このねじったところの下にピンを打ちます。はい、あ、すいません、で、失礼しました。
この、ねじったとこがあるじゃないですか。こいつは、まとめるんじゃなくて、くるりんぱし続けてください。毛先だけ。はい、毛先だけくるりんぱし続けたら、ここでピンを打って固定します。そうするとくるりんぱが取れることはないので、こういう感じに丸めてください。すいませんでした、ちょっと順番が間違えましたね。はい、では次にこちらの毛をねじっているところの中に入れちゃいます。毛先は折った方が見栄えもいいと思います。はい、でこちら側も毛先を中に入れてねじっている下で留めます。で真ん中とかここの辺にちょっとピンを打って、取れても取れないようにしてください。はい、こういう U ピンでも全然大丈夫です。はい、こんな感じですね。この2つの三つ編みを折ってピンで留めるって感じです。はい、であとはほぐしましょう。バランスを見ながら、はい、こんな感じですね。で、頭を見上げ、まあ、もみあげはこのまま下ろしても大丈夫ですし、ピンで留めてあげて耳の後ろに遅れ毛として使っても大丈夫です。であとヘアアクセサリーもこうやってつけても可愛いですし、あとは前髪がない方でちょっとおしゃれしたいなって方は、こうやってゴールドピン
最近流行ってますね。ゴロピエンを使ってワンポイント、おしゃれポイント増やしても全然大丈夫だと思います。はい、もちろんハットにも似合うヘアアレンジですので、ぜひチャレンジしてみてください。はい、それではまた動画上げたいと思いますので、ぜひご覧ください。じゃあ今日もありがとうございました。またお願いします。